こんにちは、即歌塾の久保でございます。今日はね、今お見せしているのが、私が YouTube にログインすると出てくる、まあ、動画なんですけども、ご覧いただけるようにですね、すべての再生数が結構何万回転とかね、何十万回転とかしていて、サムネイルもきちっと作られていて、どれもちょっとね、目を引きますよね。 えで、切り抜きもあるんですけども、どれもそこそこオリジナルのチャンネルとして、かなり人気を誇ってるものばかりだと思うんですよ。ね。少なくとここにね、再生数10とか30とかって出てないんですよね。100以下ってのも出てないですよね。多分皆さんのログインした画面でも同じでしょう。ね。でもね、そんな中でなんで、 何万回も何十万回でも再生されていない私の YouTube チャンネルを今こうやってねあなたが見ているんでしょうかすごいですよねこの偶然だって再生数50とか100とかって私がログインしたら全くないんですよ、ね、でも私の、まあ、チャンネル登録こそね1万超えてますけども 昨今の再生数は100いくかいかないかばかりの動画です。なんで私の動画見つけられたんだと思いますそこにですね、あなたの YouTube アカウントがどのぐらい多くの人に行き渡るかっていう秘訣があるんですよね。何もね、すごいパワーを持ってるアカウントしか紹介されてないわけじゃないんですよ。一つはタイトルです。タイトルが ビシッとしていると、これね、タイトルを自動で Google、YouTube Japan はログインした YouTube アカウントに見せてるんですよ。だからタイトルタグ、ここに一つ気を使うことが大事です。もちろん、チャンネル名も同じです。チャンネル名にしっかりと意味を込めていくことも大事です。さあ、もう一つはですね、更新頻度と更新回数です。基本的に YouTube って 一番最近アップロードされた動画を一番上に出すんですよ。ですんで、一つのテーマ、ゲームならゲーム、ね、ライブならライブ、不動産なら不動産なんですけども、特にこれライブね。ライブってのは今私のところにはこの6個が出てます。だから、ライブ放送をたくさんすると集客はしやすいです。視聴者を集めやすいです。 新しい動画の発見って一番右を押すと結構新しい動画とか出てきますよね。まあこういうふうにね、再生数が少なくったって多くの人に見せていくことはできるんですよ。最近アップロードされた動画ってのをクリックすると数時間前ってのが出てますよね。だここに登場することができれば有名じゃない自分のアカウントも 新しい視聴者さんの目に触れる可能性が高いんですよね。まあこういった仕組みをいろいろ使いながらやっていくときに、もし自分の YouTube 動画が YouTubeJapan によって誰かの目に触れることがあれば、次はサムネイルがものを言うんですよね。サムネイルで気を引けば、あとは人が選びます、ここからは。うん、一番最初のおすすめに出るかどうかっていうのは、 エッジランクに出るかどうかっていうのはアルゴリズムが偶然性で引っ張ってきますよね。その偶然性を当てることはできます。でも次はね、人間に対して興味を引かせるサムネイルを作ることによって、まあ、クリックさせることができるんですよね。どのサムネイルも結構、まあ、気を使ってますよね。うん。ついついクリックしちゃうような画像と、それに文字を合わせてますよね。 文字に使っている色もかなり工夫ができてるんじゃないですかはいということですね、はい、今日はそんなお話でございました YouTube 頑張っていきましょう